ジェームズ・ロバート・ロマックは、カナダ連邦オンタリオ州ロンドン出身の、プロ野球選手、宇藤右内。現在は、クボウリーグの SSG ランダースに所属する。2003年の MLB ドラフト40目で、アトランタ・ブレイブスから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスで19試合に出場し、4打点、打率、176だった。 2004年は、アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスで48試合に出場し打率、190.5本塁打、22打点、1盗塁を記録した。2005年は、ルーキー級ダンビルで34試合に出場し打率、274.7本塁打、27打点、2盗塁を記録した。2006年は、A 級ロームブレーブスで108試合に出場し打率、 247.16本塁が68打点3盗塁だった。2007年1月19日にマイク・ゴンザレス、ブレント・リリブリッジとのトレードでアダム・ラ・ローシュと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。A 級、ヒッコリー・クローダッズで開幕を迎え、4月30日に A 級・リンチバーグ・ヒル・キャッツへ昇格。A 級・リンチバーグでは85試合に出場し、打率。 252.15本類が45打点に投塁だった。2008年は AQ リンチバーグで77試合に出場し打率279.18本類が57打点7月29日に AQ アルトゥーナカーブへ昇格33試合に出場し打率208.7本類が23打点だった。2009年は AQ アルトゥーナで64試合に出場したが、打率、175.5本類が24打点、1盗塁と結果を残せず、6月26日に AQ リンチバーグへ降格。AQ リンチバーグでは42試合に出場し、打率、213.3本類だ、14打点だった。オフの11月9日に FA となった。 2010年1月16日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。開幕後は A 級ウィルミントンブルーロックスで82試合に出場。打率304.7本類が48打点4盗塁と結果を残し7月に AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズへ昇格45試合に出場し打率 278.6本類が16打点だった。オフの11月2日に FA となった。2011年は AQ ノースウエストアーカンソーで124試合に出場し、打率251.23本類だ71打点6盗塁だった。オフの9月16日に第39回アイブフワールドカップとグアダラハラパンアメリカン競技大会の 野球カナダ代表に選出された。ワールドカップでは銅メダル、パンアメリカン競技大会では金メダルを獲得している。11月8日に再契約を結んだ。2012年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズで11試合に出場し、打率147だった。2012年5月17日に金セントレードでセントルイスカージナルスへ移籍。 移籍後は、トリプル A 級メンフィスレッドバーズで31試合に出場したが、6月23日に AA 級スプリングフィールドカージナルスへ降格。AA 級スプリングフィールドでは64試合に出場し、打率267.10本塁が42打点6盗塁だった。オフの11月2日に FA となった。11月20日に、 カージナルスとマイナー契約で再契約した。2013年は、トリプル A 級メンフィスで134試合に出場し、打率242.22本塁が74打点、6盗塁だった。オフの11月4日に FA となった。2013年11月16日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2014年は、 トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで開幕を迎えた。開幕後は48試合に出場。打率272.13本塁が30打点に盗塁と結果を残し5月28日にドジャースとメジャー契約を結んだ。同日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビュー7回裏西の場面でクレイトンカーショーの代打として出場したが2類頃に 終わった。15試合に出場したが、打率48.3打点と結果を残せず、6月25日にリーフとなり、28日にトリプル A 級アルバカーキへ降格した。オフの11月3日に FA となった。2014年11月22日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2015年は、 トリプル A 級リの a シズで開幕を迎えた。8月9日にメジャー契約を結んだ。11月10日に FA となった。2015年11月13日に NPB の横浜 DNA ベイスターズがロマックの獲得を発表した。担当スカウトはライルイエーツで背番号はアーロムバルディリスがこの年までにつけていた52。 サムスンライオンズへ移籍したバルギリスの穴を埋めるべく三塁手種としての起用を想定したため内野手として登録された。2016年には春季キャンプ中から内野守備で課題が露呈したため一軍公式戦では開幕から右翼手としてスタメンに起用された。マイナーリーグ通算で200本塁打を記録したほどの打力を買われての起用であったが 相手投手への対応に苦慮。4月だけで2度にわたって2軍に降格するほどの不振に見舞われたことから、球団では急遽、新外国人野手の獲得に動き、5月にスイッチヒッターのエリアン・エレラを獲得することとなる。6月と9月には代打要員として1軍に復帰したものの、いずれも短期間で2軍に戻された。1軍公式戦には通算30試合に出場。 本塁打を一本も放てず、打率。113、2打点と低迷。チームは、史上初のクライマックスシリーズ進出したが、ロマック自身は、シリーズ前の10月1日に帰国。シリーズ終了後の10月17日には、球団から戦力外通告を受けた。ただし、2軍調整中でもアーリーワークへ熱心に取り組む、姿勢などから、ファンの人気は高く、ツイッター上では、 ロマック頑張れというハッシュタグがトレンドに入ることもあった。2016年11月20日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。1次ラウンドの3試合に出場したが打率125で本塁打を放てず代表も2次ラウンド進出を逃した。 シーズンでは、トリプル A 級、エルパソチワワズで迎えた。4月には、打率、372、11本類打、25打点という、好成績で、リーグの月間 MVP に選ばれた。エルパソでの活躍に加えて、DNA 時代の担当スカウトだったライルイエーツが2017年から、久保リーグの s k ワイバーンズのコーチに転じたことを、背景に、 不審により退団したダニー・ワースの代役として、同年5月7日付で、SK と契約。登録名は、ロメク。レギュラーシーズンでは5月11日の1、軍初出場から21試合で2桁本塁打に、達するなど長打力を発揮したが、7月には一時期に、軍に降格していた。同年、レギュラーシーズン開幕後に契約を結んだ、外国人選手としては、 久保史上最多の31本塁打を記録した。2018年は SK で43本塁打を記録した。2019年はファン投票枠で久保オールスターゲームに選出された。オールスターゲームに参加するのは自身初であり、ホームランダービーでは優勝を飾りファンを沸かせた。2020年はチーム内2位の32本塁打、91打点を記録した。 オフにワイバーンズと再契約を結んだ。また、自身初めてティップオニール賞を受賞した。ありがとうございます。